先生入ってもいいですか。はい、どうぞ。こんにちは。はい、こんにちは。私はアブドゥルラル・ノマンです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、アブドゥルラル・ノマンさんですね。あなたのお名前を教えてください。私はアブドゥルラル・ノマンです。あなたの名字は何ですか。ノマンです。はい、わかりました。あなたの生年月日を教えてください。2003年の12月の15日です。あなたは今何歳ですか。21歳です。あなたは、どこで生まれましたか。コクスバザルに生まれました。生まれましたね。コクスバザルはどんな町ですか。にぎやかな町です。はい、わかりました。コクスバザルからダカまでバスで何時間かかりますか。7時間ぐらいかかります。はい、わかりました。あなたはどうして日本に留学しようと思ったんですか。日本の部屋たんじゃなくてです。日本人は先生その人です。日本学校を他の日本勉強方をとてもいいです。日本学校を他のよりとてもいいですから日本語勉強したいです。はい、わかりました。日本のいいところは何ですか。アニメと文化です。はい、日本のアニメ見たことがありますか。ワンピースとドラマです。はい、わかりました。日本の文化について知りますか。いや、あります。日本の文化について知りますか。はい、知ります。文化の名前を教えてください。お花火です。お花火ですね。はい、わかりました。日本に行ったらどこへ行ってみたいですか。日本の京都行きたいです。京都新大神社見たいです。見たいですね。はい、日本の学校の名前を教えてください。インターナショナルフィオトリーアカデミー。その学校はどこにありますか。大阪にあります。大阪にありますね。はい、わかりました。あなたはどうして大阪行きたいですか。はい、あなたの学校で日本語のコースは何年間ですか。2年間です。はい、わかりました。2年間終わったらあなたは何をしますか。大学で入りたいです。はい、大学のどこの大学行きたいですか。大阪の読谷大学です。はい、わかりました。大学を卒業したら次何をしたいですか。ここに帰って会社で働きたいです。働きたいですね。あなたの将来の夢は何ですか。銀行になりたいです。銀行になりたいですね。はい、わかりました。あなたの家族は何名ですか。6人です。6人ですね。誰と誰がいますか。父と母と姉と兄と妹と私がいます。私がいますね。わかりました。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが面白いです。面白いですね。ちょっと難しいですが面白いです。あなたはいつからいつまで日本語を勉強しています。去年の3月から8月まで日本語を勉強しました。はい、わかりました。あなたはいつからいつまで日本語を勉強しましたか。去年の3月から8月まで日本語を勉強しました。はい、わかりました。あなたは全部で何時間ぐらい日本語を勉強しましたか。半年でどのぐらい日本語を勉強します。あなたの好きな色は何ですか。白いです。白いですね。はい、わかりました。あなたの切っているシャッソの色は何ですか。白いです。白いですね。あなたの趣味は何ですか。サッカーをすることです。サッカーをすることです。することですね。サッカーをするとサッカーを見る、どちらが好きですか。どちらがです。どちらも好きですね。はい、わかりました。日本に友達親戚がいますか。いえ、いません。あなたは自転車に乗ることができますか。はい、できます。はい、できます。あなたは車を運転することができますか。いえ、できません。できません。あなたは結婚していますか。いえ、独身です。独身ですね。タバコは吸いますか。いえ、タバコ吸いません。お酒を飲みますか。いえ、飲みません。いえ、飲みません。いつから10まで数えてください。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わかりました。あなたは健康ですか。はい、健康です。はい、健康ですね。日本に行ったらどこに住みたいですか。学校の寮で住みたいです。はい、わかりました。初段生活は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。はい、わかりました。今朝何時に起きましたか。7時に起きます。7時に起きます。起きましたね。今朝何時に起きましたか。7時に起きます。はい、昨日の晩何時に寝ましたか。11時に寝ます。11時に寝ましたね。寝る前何をしましたか。日本語勉強します。日本語勉強しました。日本語勉強します。はい、寝る前何をしましたか。日本語勉強します。日本語勉強しましたね。わかりました。今朝何を食べましたか。ご飯を食べます。ご飯を食べましたね。わかりました。今朝起きてから何をしましたか。シャワーを浴びてお祈りをして朝ごはんを食べて
大使館へ行きたいです。大使館に来ましたね。大使館に来ました。面接は以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。